クリスマスイブメリークリスマス。疲れてる、ね、今からご飯食べて、その後プレゼントパーティーして、はっはっ、その後ケーキ食べます。はーい、勝ちよ。じゃあまた後で。え、はい、プレゼント大会、例年の5分の10分の1ぐらいしかない。今年は少ないけど、でもあるからいいよね。みんなも楽しみって、ほら、うん、じゃあ開けまーす。何開けるの？プレゼント開けるって。一つ目はこれ。これは自分からあんちゃんにあげました。動画の撮影に使ってねって。ライトです。だから目がキラキラしてます。これもう開けたけど、ね、もう開けた、先に開けた。これはプレゼントじゃ、ママにプレゼントじゃない、うん、これは大きいチョコレートに見えるっていつも開けるよ。これは誕生日プレゼント今の、あ、開けるよ、うん、誕生日プレゼントのアマゾン券を使って買ったパンです。恐れない、うん、もう読みたいんだけどな。これもなんか多分シリーズだと思う。3週間プログラム、裁かない、恐れない。何に怯えてるの？だからよ、全然綺麗だね、中古にしてもね。絶対1500円払うよりさ、うん、全然裁かないは190円だから、恐れないが60円だね。全然ユーズドでいいと思う。素晴らしい、ユーズド最高、素晴らしい。次こんなのあった、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 なかったよ、うん、はい、開けて。誰から、こんなのあった、なかったと思う。なんでいきなり増えてる、うん、これ形からしてとんがりコーンだけど絶対、うん、猫もあった、形はとんがりコーンだよ。しかも猫の、猫だね、猫の方が欲しい。こっちのやん、とんがりコーン、とんがりコーン、あ、あ、パルコ一緒に行った時さ、うん、このお店の隣通ってからさ、あれ、あ、あ、沖縄にあるって言った。誰が、ちゃん、うん、来ました、チョコレートの山。重たいね、うん、結構ずっしり入ってる。形はとんがりコーンだけど、うん、結構いっぱい入ってるよ。ありがとう、ありがとうございます。スニーキーな人がいたんです。もう新しいものが増えた。新しいの増えた。これは私がさ、ダイリング欲しいって言ってるってバーディってがさ、これでパスタの茹でた麺もつかめるし、そばもつかめる。ね、こんなのがいったから、つながってるのがいいって言った。そう、つながってる、これがいい。上等じゃない、こっちでもつかめるしさ、こっちでもつかめる、上等だね。これはさ、うん、私がちょリクエストしてさ、うん、紫シリーズ、うん、ラベンダー色のなんかお仕事に使えるのってからリクエストしたっけ。これハサミってよ、すごいね。で、これはシャーペン、これはマスキングテープ、まあ、こんなに綺麗に紫がある。ラベンダー色、ハサミに見えないね。ね、すごい、消しゴムかなと思ったんですよ。思った思った、ね、すごい、あ、すごい、超かわいい。なんか仕事のなんかグッズをラベンダー色にしたいなと思ってた、うん、いいね、いいね、うん、ありがとう、はいはい、ありがとうございます。これはクリスマスじゃないけど会社でもらったお菓子を開けてみる。箱もさ、すごいね、幸せ運ぶ鶏サブレ、レモンケーキじゃない、ひらみレモンケーキ、これ沖縄、沖縄だぜ、レモンケーキ、すごい、すげえすげえ、なんでこれ今見る、ラベンダーだよ、ラベンダー色だよ。違うさ、ダーリン何のプレゼント買ってないのに、なんでしょっちゅう秋が秋をっていうのかなと思ってた。うん、なんかあった、見たことない。これはさ、開けてみて、この迷ったんだよ、超迷ってさ、怒られるかもしれんとか思ったけどさ、こんな時ぐらいしかさ、こんなのはさ、できないと思ったからさ、買った。これもさ、放送あるんですかって聞いたからさ、そしたらさ、エコバッグみたいなやつ、布に入れる包装か、
これ20円って言ったからさ、エコバッグいっぱいあるからいいですって言ってました。あ、ラベンダー。オーガニックの成分なんだけど、なんか認証されてるかされてないかの違いがあるって。でしたか、そうなんだけど。オーガニックってちゃんと歌われてるのは認証されてるものらしいけどさ、これは認証されてないけど成分はオーガニックでさ、分類とナチュラルっていうやつの分類らしい。で、肌にいいやつでさ、この紫のはさ、シャンプーとコンディショナーで、この白いのが化粧水で、これが化粧水塗る前に塗るブーストってやつで、あとネズミ色が下地で、スキンスムーザー、これがドロパック、グリーンクレイペースト。このシャンプーはさ、ココナッツオイルが入ってる。匂いは一応めっちゃココナッツオイルだったやつ。ココナッツオイルとブルーベリーって書いてあったからさ、もう少しでさ、お家の方がなくなるからさ、買いに行かんとと思ってたっけ、うん、でもさ、いつもさ、オーガニック欲しいって言うけどさ、高いから手出さないからさ、こんな時だったらいいかな。レンジ高そうなんだけど頑張ってるからつけてもいい。今も匂いする？匂いする、うん、オーパーでしょ、オーパー。そう、オーパー。あの、入り口入って右にさ、ちょっと意識高そうな見たよね、うん、今日買った。今日、うん、今日買いに行ってきた。あ、だから遅かったの？これがもうなんか放送みたいになってるわけ？これがもうセットでゼロウェイストかもしれない、うん、ダメージってるけどさ、パンテンダメージヘア使う、髪を殺す。うん、行ってやってんさんに何かお探しですかって言ったら、奥さんにですかって言ったら、はいって言った。そしてからさ、ありがとうございます。ピアノ、ピアノもらった。そしたらもう私の勝負はいいって、いつ買った？予期してなかったよ。うん、はぁ、はぁ、新しいスイート。あ、今のはさ、うん、私がさ、針金がずれた。ずれたよね。頑張っていってるじゃん。あの同じシリーズのちょっと違う版。洗いやすさ、蓋が開きやすいかっていうのはさ、ちゃんと一緒に調べたんです。うん、あ、見てたか、この口が変わってるわけ。うん、これがだから飲みやすいか飲みにくいかがもう賭けだけど。うん、できた。次は。あ、欲しい欲しいってさ絶対買わないからさ、うん、買ったって私が。お弁当箱ずっと欲しい欲しいって、じゃーん。わざわざ弁当の袋とさ、バッグに分けなくていいって。ハンズマンだった、フードの。あ、フードも、うん、これにご飯がいっぱい入ると思って、うん、卵の四角いのも買おうと思ってたの本当は。だけどフライパン買って帰ってきた、帰ってきた、うん、これね、いろんな具が入れられるし、薄いし、リュックに入るって立てられるからいいでしょ、うんうん、ラスボス、ラスボス、ラスボス、ちゃんと見ないとダメだよ。今日のご飯のメインディッシュ、せーので、できた、今年の企画さ、ありがとうございます。今年もありがとうございます。ありがとうございます。次ケーキ食べます。ケーキ屋さんがパニックってたよ。あ、でも正解だったよ。今日並んでたの全部クリスマスケーキだったよ。当たった、ほらほら、よかったね。大正解。どんだけケーキを待っていた。うまい、うんうん、うまいうまい、柔らかいね、うん、うん、これもありかもしれん、今度から。うん、ザ・チョコレートのケーキって食べたいと思ったらこれいいんじゃない。そうだね、クリームがそんな多くないからさ、うまいうまい、うん、これ全部なくなるんじゃない。正解。ドリトスはいいの？ドリトスの愛は薄れた。うん、こんなだけではないと思っちゃう。これも中じゃない、粉かな粉じゃない。大正解。チョコかな、
クリームだね。あんちゃんが食べてるの黒いの何ですかっていうのが多かったから、うん、ブルーチップスって書いてあるけどブルーでもないよね。紫です。これ見ると茶色に見える ね。これかな、この色です。これダリタスで一番好きな味。うん、うん、これは日本にもある？ない。こんな感じで今年も夜が更けていきます。もう今年終わるってよ。うん、早い。やがて手術して1年になる。うん、早くない？うん、あと1週間で今年終わるって。意味わからん。マジで意味わからん。来年40ってよ。マジで意味わからん。あんちゃん40になるってよ。自分30代最後になる。人生こんなんでいいのかな。良いクリスマスを。プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。今回のチラシクリスマスおめでとうって書いてある。メリークリスマス。メリークリスマス。